皆さんこんにちは、ゆりパンです。旦那パンですよ。はい、今日私たちはですね、成田空港にやってきています。というのもこれからですね、私たちいよいよ結婚後4年越しの新婚旅行でニューカレドニアに行ってきます。やったね、とうとう来た、ついにこの日が来たとすごくね喜んでおります。今日はね、私たちめちゃくちゃ早起きして、朝の4時に起きてピーチに乗ってね、まず福岡から成田に移動してきたんだけど、私ちょっと楽しみしすぎたのか寝れなくて、もうちょっとめちゃくちゃ気持ち悪くなっちゃってね、出発前ちょっと自宅でとか空港を向かう途中まですっごい旦那パンに迷惑かけちゃったんだけど、いけないかと思いました。でなんとかねピーチにも乗って、はい、今成田に着いて荷物も預けて、なんと私たちね早速ね両替もねしたので、はい、これでもう本当にあとは飛行機乗るだけって感じだね。楽しみです ね、めちゃくちゃ楽しみだね。まあ、今日はねほぼほぼもう移動でね1日終わるかなとは思うんだけれども、うん、まあ、そんな中でもね移動も楽しみつつ、もうエアカランっていうね航空会社にね乗るんだけれども、いろいろ機内食がねあったりとかするみたいなので、そのあたりも楽しみに過ごしたいと思います。楽しんで寝ます。はい、行ってきます。バイバイ。パシフィックフランのさお札すごく可愛いんだけど、これなんかお魚とかさ、これがあのニューカレドニアのカグーっていうね鳥だと思うんだけど、それのデザインになってたり、裏にはウミガメちゃんもいて、こっちはなんていうんだっけ、これ忘れちゃったね、これなんていうんだっけな、魚、熱帯魚です。はい、さあ今エアカランの機内に乗ってきました。なんか今日結構ねニューカレドニア行く人多いみたいで、ほぼ満席状態となっております。今ですね、私たち自分たちの席に来たんですけど、なんか座席にね結構いろんなものがあったんですよ。クッションとかブランケットとか、あとなんかイヤホンとアイマスクとかがセットになってるものがあって、結構ね充実してます。ありがたいですね。なんかこういうパネルのコンテンツもすごく充実してるみたいなので、これからね8時間のフライトなんですけど、あんまり退屈せずに過ごせそうな感じですね。楽しみです。Et passez l'ensemble autour de votre appareil et sur ordre de l'équipage, se gonfle pas, soufflez dans les embouts du coupね、軽食いただいてから30分ぐらいでお待ちかねの機内食が来ました。私たちは夫婦揃ってチキンをいただきます、ね、美味しそう、香りがもうすでにいいよね。このような感じでございます。パンとこれがメインのチキン、そしてなんかちょっとしたリゾットみたいなものが、キヌアかな、リゾットかな、がついていて、デザートのケーキ、あとはお水とキリのチーズとお味噌汁もついてました。熱々です。わあ、美味しそう、いい香り。いや、こんな感じですね。クリームソースみたいなチキンとトマトソースのペンネが入ってますね。美味しそう。もうお腹空いたので早く食べたい。ではいただきます。まずはねちょっと見えないですけど味噌汁から。美味しい美味しい、なんかいいね、機内食、久しぶりだ機内食食べた。はい、今午後4時になりまして、フライト時間も残り半分くらいになりました。私はね機内食食べたらちょっと眠くなってきちゃったので、はい、一寝しちゃいました。旦那パンスと映画見てたのかな。面白かった、ね、映画面白かったみたいです。ちょっと私たち乗ってるのエコノミークラスで、そこまでね座席が広いわけじゃないんですけれども、こういうなんかクッションとかがあるおかげで意外とねエコノミーでも快適に過ごせてね、ありがたいなって思ってます。残りもね楽しく空の旅を楽しもうと思います。なんとなんとですね、エアカラーの中にはフリーのスナックコーナーがありまして、今そこでね夫婦揃ってこのミニミニカップヌードルをねもらってきました。なんか他にもねこんなドーナツのお菓子とかもあって、ちょっと小腹空いた時にすごくいいですね。
ごゼリーかと思ったらジャムみたいなとろみのあるものだった。これは一体何なんだろうね。ジャムじゃないか。食べるジャム的な感じなのかな。味はどうなの。セボン私はさっきも食べたけど美味しかったのでこれをおかわりで持ってきちゃいました。やばいな、飛行機での飲食率が高いめっちゃ食べてるよね。ちなみにこれはなんかこんな感じのピザ味のクラッカーって感じですね。結構美味しいよねこれね。結構粗めのお塩がかかってて塩気も効いててね、すごく美味しいです。これお酒飲む人とかめちゃくちゃ合うだろうなって感じだよね。お酒飲まない2人が言うと説得力ないけど私たち飛行機で食べてばっかりなんですけど2回目の機内食がやってきました。これがね、あと2時間ほどで現地に到着するということで、その前の軽食という形で出していただきました。メニューはこんな感じ、トルティーヤなんか巻きみたいな感じだね。フルーツとなんかチャプチェじゃないんだけど、なんて言うんだろうこれ。トルティーヤ私もいただいてみます。一口でいけるかな。なんかインドカレー風のスパイスの味するよね。タンドリーチキンみたいな感じの結構スパイス効いた味だね。なんか意外な感じ、ちょっとなんか納豆みたいな粘り気もあるし、なんか不思議な食感、でも結構美味しい。なんかライトな感じでね、美味しい。なんかめっちゃ食べてるな飛行機の中ずっと食べてる。まあいっか。うん、文句なしに美味しいねこれも。はい、ということで日本からの直行便で8時間乗ってニューカレドニアのトンツーター空港に到着しました、ね、これ後ろからね南国感あふれるねこの木がありまして、ね、気温も今ねちょっと蒸し暑い感じだよね。雨降ったからかな、うん、日本のちょっと梅雨ぐらいの、ね、感じの暑さかなって思います。これからね私たちはバスに乗ってホテルまで移動します。ボンソワール、ね、ボンソワール。食べまくりの旅行初日、皆さんいかがでしたでしょうか。この日は深夜に空港に着いて、空港からホテルまでもシャトルバスでだいたい1時間ぐらいかかったので、本当にザ移動の旅という感じで1日があっという間に過ぎ去っていきました。でもね、この次の日から私たち夫婦超アクティブに観光を楽しんでおりますので、その様子次回以降の動画でたっぷりお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。